全世界で2400万本という驚異的な人気を誇るトゥームレイダーシリーズ、その最新作トゥームレイダー5クロニクルがいよいよ発売される。そこで今回は開発元のアイドス公認トゥーム世界一のプレイヤーによるとっておきのテクニックを紹介だ。ただし多少ネタバレの危険性もあるので、プレイを楽しみにしているユーザーはちょっと注意してね。まずは第1話、ローマの出来事でのショートカットから。ここはロープを3回引いた後、制限時間内にアイテムを取りに行くというイベントなんですが、まずは通常パターンから。通常だとこのように縁のギリギリまで歩いてから助走距離を得るために一歩下がり、それからジャンプ。凄腕の場合、ロープを3回引いた後すぐバックジャンプ。これですでに半分カット。さらに次のジャンプは正面ではなく斜め左の縁へ直接ジャンプ。これまた大幅カット。角度とタイミングの正確さが重要なポイントだ。これで通常パターンとのタイム差は歴然。続いて第1話、ローマの出来事でのショートカットその2。こちらもまずは通常パターンから。通常はこのように崖にぶら下がり、横にじわじわ移動して、到着と。そしてこれが凄腕。足場の端に立ち、斜め左を向き落ちる。落ちながらアクションボタンを押すと、多少前に進みながら落ちる格好になり、このようなショートカットが可能になる。いわゆる C 型ジャンプをしているわけだ。ただ落下すると下の足場には降りられないぞ。お次は第2話でのジャンプテクニック。通常はこのように慎重に慎重に進むのだが、あまりもたもたしていると上からクレーンが落ちてくる。これが結構痛い。そしてこれが凄腕。まず最初のジャンプ、着地と同時に横ジャンプをする。するとそのままの流れで次の足場へ行ける。クレーンに追いつかれないために連続ジャンプ、縁ギリギリでの正確なジャンプと飛ぶ方向が決め手だ。足場と足場との距離感を完全に見極めているからこそできるプレーだ。続いては第3話でのショートカット。まずは通常パターンから。このようにロープを利用して向こう岸まで渡り、
ジャンプを繰り返し目的地を目指す。これ自体結構難しいんですが、さあ凄腕です。なんと一気に最終地点まで来ちゃいました。お次は第4話にある横穴への入り方。これも通常から。横穴に這って入る場合は連続動作ができないため、一度立ち止まりしゃがんでから入る。そして凄腕、なんとダッシュ中にしゃがみボタンを押すことで前転をしながら入ることが可能なのだ。そしてここからは世界一のプレイヤーによる一の一完全攻略をお送りします。ただしネタバレになってしまうので、これからプレイをしようという人はくれぐれもご注意を。
開発元であるアイドスが公認した世界一プレイヤー、かなり見応えがあったんじゃないかな。この映像を見てトゥームを体験したくなった人、ぜひこの最新作トゥームレイダー5クロニクルを体験してみてほしい。きっとトゥームの魅力にどっぷり使ってしまうはずだ。そしてすでに使ってしまっている人には自慢のプレイをビデオに収めて送ってほしい。タイムアタック、制約プレイ、何でも OK だ。君だけのトゥームビデオじゃんじゃん送ってくれ。待ってるぞ。